グナ、まだ飯の時間じゃ。あれ、もうこんな時間か。おかしいな、先輩たちが偵察に出てからもう2時間も経ってる。とっくに帰ってきていい時間なのに。お前も心配か。この吹雪だ、どこかで足止め食ってなきゃいいけど。どうだマリ、クロードたちから応答は？ダメです、吹雪のせいで近距離通信が全く繋がらなくて。やはりこの天候で偵察に出すのは無茶でした。航路付近の小島に敵部隊が潜伏中の可能性あり、そんな情報が入れば確認に行かないわけにはいきませんが。寒さで不凍液さえ凍っています。この状態では捜索隊も出せません。もしも時間までに帰らなければ彼らを残して立つしかありません。そんな、この吹雪がいつまで続くのか。クロード、無事に戻ってこい。おい、しっかりしろ、止まれば死ぬぞ。ごめんなさい。大丈夫よ、分かってる。くそ、こうも雪が積もると踏み出したそばからズブズブ沈んで。それにこの風雪だ、立っているだけで体力が奪われる。みんな、ここが正念場だ。もう少しだけ頑張ってくれ。雪の中の行軍でみんなもう限界だ。この吹雪はあと2時間続く。なんとかその間身を隠せる場所を。クロード、前方に人影、帝国兵だ。情報にあった潜伏中の敵部隊か。いや、少人数で歩兵ばかりだ。おそらくこちらと同じ偵察部隊だろう。この状況で交戦したくはないが。やるしかねえってか。ダメだ、弾が届かない。ワンショットキラーも肩なしだな。ああ、こっちもダメ。敵弾が凍りついて射出できないわ。落ち着いて、敵の弾もこちらに届いていない。というかこの吹雪じゃ戦闘どころでは。何弱気になってんだよ、敵はたかだか歩兵数人じゃねえか。このラズ様に任せとけ。おい、ラズ、この距離なら当たるだろ。うわら、え、おい、あれ見ろよ、あのダルクス人、銃を凍らせちまってみっともねえ。この程度の吹雪で行かれるとは、連邦は武器まで寒がりらしいな。ラズ、下がれ。おー、そいつ狙い撃ちだ。あれ、こっちも凍っちまったようだ。くそ、この役立たずのクズ鉄め、うら。あいつ、クソ重いマシンガンを片手でぶん投げやがったぞ。それがどうした、こっちは重機関銃だ。女連れで旅行気分の軟弱者に百戦錬磨の北国育ちが負けると思うか。女連れだと、無礼者、私は注意だ。女と思って見くびるな。
舐められたくなきゃ力で証明した。あらねえ、くそ、もう投げる武器がねえぞ。こうなれば肉弾戦しかあるまい。うっしゃー、やってやるぜ。ちょっと今度は殴り合い、勘弁してよ。お前たちいい加減にしろ。みんなやめるんだ。なんだよ、いいとこだったのに。あなたがこの隊のリーダーか。ああ、見たところお互い偵察中の遭難らしいな。ああ、正直参っている。武器はあの通りだし、防寒装備も。我々も完全に道を失ってしまってな。ともかく吹雪をしのげる場所を探している。今は少しでも人数が多い方がいい。同感だ。一時休戦と行こう。体の震えも止まる寒さね。本当に震えが止まった時は死ぬ時だ。体を動かし続けろ。あなたに言われなくても。それからわざわざ新雪を踏んで歩くな。俺たちがつけた足跡の上を歩け。妙な意地張ってった。マジで死ぬかんな。分かったわよ。しかし俺たちの銃はともかく、てめえらの銃まで壊れるってどういうことだよ。仕方ねえだろ、帝国でも滅多にねえ大寒波なんだよ。たとえ壊れてなくったって、こんな吹雪だ当たりっこない。お、言い訳か。お前外しまくってたもんな。貴様こそダルクス人の分際で。そのダルクス人に一発も当てられなかったな。どこのドイツだよ。バカどもは元気があって羨ましい。帝国兵とあのように仲良く会話するとは、非常時だとしてもヘドが出る。あなたにはあれが仲良くに見えるんだな。それ以外の何なのだ。これが本物の吹雪の魔女か。そうだ、よく知っているな。帝国ではこの皇帝を吹雪の魔女と呼ぶ。どうだ、恐ろしいものだろう。ああ、これがあと2時間も続いたらと思うと。2時間？なぜわかる？なんとなく天気の移り変わりがわかるんだ。あなたたちと出くわさなかったら、きっと今頃当てもなく行き倒れていた。この人数なら風の当たりも弱くなるし、それに見たところそちらの兵が風上に立ってくれている。感謝する。女性を守るのは男の役目だ。礼など無用。しかしこうなると武器が凍結していてよかった。もしもさっきの戦闘で怪我人の一人でも出ていたらと思うと。パンと塩を失ってもウォッカがある。帝国でよく使われることわざだ。そちらでは怪我の功名とかいうのか。さっきまで戦闘していた相手とこうして会話するのは不思議なものだが。幸運に感謝しよう。どうやらもう少しで吹雪は小康状態になるらしい。これもまた幸運かな。もう吹雪は収まったって言っても寒いことに変わりはねえな。見るもの全部が真っ白で、進んでいるのか止まっているのかもわからなくなるな。あら？ねえクロード、どうしてあそこだけ雪がないのかしら。
確かに岩場がむき出しになってるな。もしかして。おい、どうした？手を貸してほしい。全員こっちに集まってくれ。おい、クロード、この岩場が一体何だってんだよ。わからないか。ここだけ雪がない。放熱があるんだよ。そうか、そういうことか。おい、火薬はあるか？凍りついてピンの抜けない手榴弾なら一つ。よし、出せ。隊長、これはいざという時の。今がそうだと言っている。いいから出すんだ。はい。印象隊のみんなも手持ちのグレネードや爆薬を全部出してくれ。レイリーは集めた火薬を使ってできるだけ大きな爆発をここで起こしてほしい。爆発？ねえクロード、爆発じゃ弾は取れないわ。火を起こすなら燃やすものがないと。大丈夫、僕に任せて。ほら、あの岩の隙間を狙ってくれ。頼む。よくわからないけど、そうまで言うなら任せて。レイリー・ミラーの名にかけて大爆発を起こしてやるわよ。いいな、つけるぞ。みんな伏せて。これって温泉？天然の熱泉が雪を溶かして。なんと絶妙の湯加減ではないか。ひゃー、これで投資は回避だ。生きて帰るぞ。よし、それじゃあ早速この俺様が一番風呂。待て。え？レディーファースト、女が先だ。てめえ、この状況で俺らに待ちぼうけ食わせるってのかよ。これだから連邦兵はマナーがなってねえつうか。ありゃ、女にモテねえな。我々はレディーファーストに異論はない。くっそー、この帝国の腰抜けどもめ。それじゃあお言葉に甘えて、お先に失礼します。そこ動かない。私の目が黒いうちは覗きなど断じて許さんぞ。ミネルヴァ、君は入らないの？見張りだ。ここには帝国兵もいるからな。油断は禁物だ。お前らの裸見て喜ぶほどガキじゃねえっての。自意識過剰はみっともねえぞ。なんですって。なあ、連邦の女ってみんなこうなのか？彼女たちはちょっと特殊かもしれないね。恐ろしいぜ。あれにレディーファーストなんか必要ねえよ。まったくだ、男よりきつくて強えじゃねえか。その点帝国の女はいいぞ。帝宿を美徳としているからな。三歩下がって男に従う。だから男もしっかりと守ってやれる。ふん、くだらんな。何？そういう古い価値観のままだから民が飢えるような圧政がまかり通っているんだ。ほざけ大敗主義者め。堕落の先には破滅しかない。俺たち帝国の繁栄がそれを証明してる。繁栄だと？侵略の間違いではないのか？それは連邦も同じことだ。それとも己らの植民地の現状は見て見ぬふりか？なんだと？そもそもこの戦争は誰が始めた？貴様らだ。
それを偉そうにご考説とは、見下げ果てた連中だ。あー、もううるせえ。女が政治だろなんだろ、偉そうに語るなよ。な、そもそも女を戦場に出すってとこから連邦はなってねえよな。そうそう、女は家を守るもの、戦場で働くのは男の役目だ。故郷に帰ってパイでも焼いてろってんだ。ちょっとあなたたち、黙って聞いてれば好き放題言ってくれちゃって、女を何だと思ってるのよこのバカ者。クロードとラズも何とか言ったらどうなの。私たちがバカにされて平気の いつまでそうしているつもりだ。早く隠せ。バカクラウド、兵隊ラズ。いや、その、僕は勝手に見せといて変態呼ばわりしてんじゃねえよ。やはり連邦の女は異常だ。私をこの娘と一緒にするな。もう、今の忘れて。いい湯だ。吹雪は去ったか。君の言った通り、ちょうど2時間。大したものだ。通信機器も回復した。我々はここで本体の救援を待つ。なら、僕たちは急ぎここを離れるよ。今は君たちと戦いたくない。こういう縁もあるのだな。思いがけず、楽しい時間だった。素晴らしい光景も見せてもらえたしな。ではまた会おう。次は戦場で。お前なんだ。そのライフル、狙撃兵だったんだな。あんたもか。これでもワンショットキラーという通り名がある。しかしいい銃だ。カモフラージュもよくできてる。だろ、家内が俺のためにと仕立ててくれた。なるほど、帝国夫人の美徳か。いいや、違うな。愛されてるのさ。お互い大切なもののために戦っているんだな。全ては守れない。それでも一番大切なものだけは失わないよう。俺たちは戦うしかないと。これは上官の受け売りだがな。一番大切なもの。だから俺たちは戦場では敵同士だ。そうだな。じゃあな、ワンショットキラー。あ、ブーンを祈る、友よ。